生産性か。やっぱそうだよね。やっぱり全体的にスピードを上げていくしかないんじゃないですか。いや、スピードは結構難しいよ。だってやっぱサロンワーク中も走ってる人もいるぐらいだからさ、やっぱさ、結構難しいと思うよ。確かにこれ以上スピード上げるとお客様の満足度もちょっと下がっちゃうかもしれないしね。じゃあもうあれっすね、薬剤とか。薬剤ですか。薬剤か。でも結構単価も高いし、うん、作るのも大変だし厳しいですね。どうします。そういえば乾くの早いドライヤー使うと回転率早くない。確かに。キキちゃんそうじゃない。なるほどね。ドライヤー早いとお店の回転もいいかもね。確かに全員時短できますね。もうドライヤーの風めっちゃ強いといいですね。じゃあ、いや間違いない。ただアイドットは美髪サロンっていうこともあるんで、まあドライヤーでのパサつきだけは避けたいですよね。けどドライヤーの風が強いとパサつくんだよね。でもそれカバーしつつさ、大風量のドライヤーがあったらよくない。いますわ、一人。寺村さん。ああ、ドライヤープロデュースしましたね。そう、嘘。マジ。確か。相談してみますわ。ちょうど近くに来てるみたいですわ。マジ。ちょっと呼びました。すごい。やば。ちょっとフットワーク軽いな。準備がうまい。ありがとうございます。レスポンス早っ。マジ。箱がいいよね、まずね。箱かっこいいっすよね。かっこいい。ちょっと開けるの難しい。おお、何これ。何、やば。これドライヤー。え、どうなってんのこれ。折れてるんですよ。折れてるね、確かに。折れてるんですよ、完全に。なんで取るの大変みたいね。これがいいよね、これがいいよね。いいっすか。軽っ。嘘。新しいですね、形。すごい。大風量のものってでかくて、結構疲れません。重い重い。そうそうそう。すごい重い。女性の手には結構負担だなっていうのがあったので、うん、これどうやって開けるか分かんないで。あ、こうだ。おお、おお、おしゃれ。おしゃれだわこれ。いやもう十分軽いですけど。怖いよね。こっちも軽い。そうでしょ。いや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 軽いっすよね。いや本当軽いの。え、なんで。いやもう最軽量のモーターを。やばいねこれ。なるほどね。乾くの早いドライヤー探してるんですよ。はいはいはい。そこにね、生産性アップって書いてあります。そうなんすよ。なんでちょっとちっちゃいだけじゃダメですね。それで風強いって思えなくない。おお、やばいっすね。やばい。いや、ほんとやばいよ。うん、ほんとないよ。うわ、おお。あ、ほんとだ。あ、選べるんだ、いっぱい。え、これはいいですね。なんだ。え、このちなみにシルクって何。これは温風と冷風を自動で切り替える。そう。ええ、マジ。そう。本当？温風と冷風を自動で切り替える。あ、冷風になった。え？いやこれマジで欲しいよ。ホテルとかにもありそうだもんね、このデザイン。うん、重さどうですか？重さ。いや重さは363グラムです。なんで知ってる？